どうもローシングルです。ディビニティオリジナルシンエンハンスレディション続きをやっていきましょう。いよ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 これですね。なんだっけ、ピーター・リーの件装備しました。さてさて、ちょっとこれグラフに変えて、もうすぐだね。ここだよ、川渡ってすぐだね。いよいよエブリンのところに向かえそうです。さあ敵は大丈夫か、大丈夫なのか心配。うわ怖え。さあこの辺もういそう。おろ誰かいるぞ。ディエトマールと兵士か。ディエトマールの暴漢どういうこと、調査違う、ロングルで調査すればいいんだな。3人、やば、暴漢調査、ディエトマールの暴漢レベル5、非命中率73、回避率か。で炎に弱い、毒、水に多少強い。あれ、あ違うね、火の近くにいたからか。なんてこった、こんなとこに人間の敵がいるとはね。こいつ回避率高いね。まあ毒に強いけども基本燃やせばいいか。そうだね、炎耐性はなさそう。炎に弱い、 OK。 ほいほいほい、シグロ隠れましょう。なんでシグロだけ出んだよ。もう一回、おろ、はい、でジェイハン、タカ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 、バレてない。おっと視界が、視界はここなら通ってないのか。よし行きましょう。オイルスタートが最高ですね。あーもうちょいか、結構バレてないね。わわわわわわわ、やべ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 、危ねえな。こっちかな、こっちなら意外にバレないか。オッケー行くぜ、3、2、1、どら、燃えたか、燃えたね。さて、ではファーストドラッグワールグラフで、さあリコシェが入るかな。遠すぎる、マジですか。ああそう、じゃあここで火炎瓶を、対象が遠い、ちょっと見えづらいね。そっかそっか、火炎爆撃の矢、そっか爆炎を撃てばいいのかな。この辺にしよっか、届くかな、いけ、近い。終了します。ロングル、まずはそうだな、まず自分を評価、同盟軍のために成功、久々に成功した気がするね。パンチは届くか、届、ギリギリ届く、いけ、はは、余裕だな。さあまずはエンカレッジ、ポラッポラーン、みんなの力がアップする。そしてファーストトラック、いやーヘイスト失敗しちゃったよ、何をしてんだよ。そして倒れてるやつに、この辺かな、はい、セイ、燃え続けろ貴様は。そして終了かな、終了します。さあ来い。ははは、燃えてるね。え、透明見えてるじゃないのこれ、
じゃあまずワイルドファイヤーを自分どうしようかな、シグロにかけてあげよう。ワイルドファイヤーかかった、オッケー。さ、リコシェを、遠すぎる、マジか。じゃあ次こそ火炎瓶いいかな。ポイズングレネード、ペストグレネード。ポイズンとペストは何が違うんだ。病気、体力を3、鍛錬を2。すごい強いね。毒の瓶、1メーターの小さいエリア、4メーター、1メーターか4メーターか。なるほどね。じゃあちょっとポイズングレネードこの近くに投げてみよう。いくぜ、はい、せい、ポイ、いったね。見えたから、あ、ここにいんのか。67、70、なるほどね。 OK、 じゃあリコシェいくぜ、リコシェ、イエス、ぶっ倒した。あと打てるかな、まだ打てる。63、67、っていうか待って、まだ奥にいたんだね。70%、67%、こいつかな、いけ、倒、え、ミス、嘘でしょ。そしたらまた油を敷かせてもらおう。こうかな、こうだね、行くぜ、燃えろ貴様ら、はは。効いてるね。からの、これで炎をガーッと引いちゃえばいいかな。せい、もう一回、もう一段階燃やせるか。こうだ、燃えろ、あっち、しまった、仲間を燃やしちゃったよ。あっつ、火のポーションを飲みます、まずは。で、どうしようね、浮きますか。ウィングフィート失敗、移動します、燃えた。あいつらすげえもだい苦しんでるね。なんだこれってなってる、熱い。煙の中じゃ見えないでしょ。いって、見えてんの、あ、そう、来たね。よし、そしたら、これで3人は入れれるか。いけ、はあ、で、あと1回も打てないか。はい、終了。自分もアバターオブファイヤーを自分にかけましょう。この、あー、すげえ失敗するね。なんなの？うんうんって言ってる。オッケー。もういいや、関係あらへん。こいつ燃やせるね。これ死ぬんじゃない？ほっといて。だから、これで燃えるかな。はい、燃えろ、せい、燃えたね。燃えてない、体力はちょっときついけど、近づいて殴るか、行くぜ、せい。じゃあここで待ち受けましょう。来いや、来ないんかい。あいつ死ぬぞ。近づく前に、遅い。さ、ディエトマール、こいつを削ろう。はい、よし、いけるね。もう一回、はい、終了。
この辺に行けばいいかな。行くぜ、バタリングラム、オラ。 I like this。 さあ、ぶっ倒れたのをいじめさせてもらおう。はあ、終了。燃えちゃったそしたら、打撃ダメージ、あと1匹かな、こいつしかいないか。はい、あ、見えない。あ、そう、じゃあ直してあげよう。はい、シグロ回復だ、受け取れ。転ばん先の杖って言うだろう、言うかな。あ、言うか。あ、エンカレッジの効果が切れちゃいましたね。敵はどこだっけ、どこだ、ここか。このまま行くと燃えるとかないよね、大丈夫だね。そしたら、バタリングラム、いや、これだ、アドレナリン。さっきから失敗しまくってっからね。バタリングラムでぶん殴ろう。見えないとかあんの。はい、あ、ダメだ、動けねえや。移動して4歩いて、あっつい、あっついけども余裕だな。ディエ止まる、行くぜ、セイヤ。もう一撃いけるか、セイヤ完勝ですね。あっつい、あっつい違う、ジェイハン危ない、ロングル危なかった、また消死する寸前。危な、アバターオブファイアかけといてよかったね。ふう、生き返る。もう一回ぐらいかけるか、自分に。危なかったこんなもんか。ちょっとシグロなんか食おう、パン食おうか。はい、よし、素晴らしいじゃないか。さあ、いろいろ拾っていこう。毒耐性、これはいいか、これはウォルグラフ。はいはい、あとはこっちは靴だね。ロングルに拾わせよう。はい、これ死体から何か取れないのか。そっか、しょうがねえな。ペルガモンの杖、あれ、ペルガモンの杖僕知ってますよ。なんで知ってんだっけ。で、未鑑定のロンデルだが、ペルガモンの杖、ジャーナル更新、やっぱり。そしたらちょっと待ってね、シグロで余計なものをいっぱい取りましょう。ヒーリングポーションとボトルが2本。はい、こんなもんかな、まだ矢あるね。ボールグラフ、はい、減速の矢、こんなもんかな。ちょっと明るすぎて見えないですね、黄色いリングが。こういう時は青とかになってくれたらいいんですけどね。はい、ログ、セシルの万能ナッツ、ディエト・マールという男が持っていたペルガモンの杖を手に入れた。彼は我々を攻撃してきたため殺さざるを得なかった。セシル市長は喜ぶことだろう。そうなんですよ。ちょっと裏で進んでたお話ですね。まずセシル市長から盗まれた強力なリリックであるペルガモンの杖を取り戻すよう依頼されました。で、水夫の一人からディエトマールという男が隠し持ってたっていう情報があって、今たまたま来たらそのディエトマールだったわけですね。いやー、たまたまとはいえラッキーでしたね。いいもん手に入れたよ。いろいろここもチェックしましょう。はい、オールグラフ、やったね、最高か。宝箱じゃない、あれ。これで合成で、ちょっと待ってくださいね、鍋、これで
ででん。はい、ここで携帯用キッチンが作れました。料理任せとけ。素晴らしいね。お宝だね。はい、わーい。この辺も取っちゃおう。これは、はい、木箱。冒険者の指南16巻。読んどくか、一応。はい、こんなもん。はい、こっち側はなんかあるか。おっと、やばいか。やばい匂いが、やばい匂いがするね。これは一体どういうことかな。ラダコスレベル6。やべえかもね。これどうしよう。エブリンのとこ先に行く。レベルまだ僕ら5ですもんね。まだあと2000ポイント。2000、もう少しだけ強さが必要となってるっぽいです。だったらそうですね。その前に装備で、電、ペルガモの杖、それがどんぐらいの強さなのか。はい、29の57の炎、3% チャンス、体力と毒耐性。レベルが6武器だからちょっと損してますね。これ返したくないな。強いんじゃない、体力と毒耐性が上がる。どうしようね。あ、そうだ、インベントリーでちょっとロングルに鑑定してもらおう。はい、鑑定します。チキチキチキチャキン。あ、しまった。いいんだよね。はい、危ね危ね。これか、頑丈なロンデルだな。あんまいらないね、もはや弓を。おお、どちらさん、死んだ男とカニ。ピンサーレベル5。怖え、カニが死体を食べてる的な。ちなみに目的地は川を渡った。あ、こっちじゃないんだね、こっちだ。気になるな、レベル。ピンさんのレベルいくつだっけ。見えなくなっちゃった。シューシュー言ってんね。ピンさんどこだ。いた。レベル5倒せんじゃねえかな。こっちは行くか。ピンさんのちょっと待って、調査。はい、レベル5モンスターだね。水が強い。よし、行くか。ここにお宝もあるな。これはなんだ。なんだこれ、巨大な貝か。怖え、なんか知らんけど怖え。こんな巨大な貝怖えよ。爆弾ありがてえな。でピンサーね、ピンサー戦いになるかな。おい、おう、仲間か。興味深いだろう。ひっそりとした砂浜に打ち上げられた遺体が一つ。彼は誰なのか、何があったのか、敵か味方か、謎で心が泡立つようだよ。おお、うまいね、カニだけに。しかし君たちは運がいい、本当に運がいい。なぜなら私はこの状況にちょっとした答え、まあ見通しがあるんだよ。ほう、お前のことを教えてくれ。友よ、もし私にもっと友達がいればピンサーと呼ばれていただろう。悲しいかな、私には友達があまりいない。なぜなら私がいつも前向きでエネルギッシュで楽観的だからだ。日暮れでも夜明けでも、もし私と話がしたくなったらいつでも我が家であるこの砂浜に来てください。ピンサーにとって噂話や世間話、無駄話より面白いものはないからね。で、この死体について何を知ってんの。何を知らないというの。最初から最後まで全部見ていたんだよ。さあ聞いて、何でも聞いて。この男は何だ。名前は知らない、でもとても腕のいい真珠取りってことは分かる。ただすぐこの真珠には足りなかったみたい。彼はお金持ちになりたかったんだ。サイズあるのどの真珠取りよりもね。なぜこんなことに。それを聞いてほしかった。お前今回の一番面白いとこだからね。彼は崖の上の連中と話をしたんだよ。そう、あの万人の石像たちと。ん？万人の石像？万人の石像って、なんか聞いたことあるね。なんだっけ？
望むなら叶えてやろう。そう、奴ら言ったのさ。あ、はいはいはい。あれだ。崖から飛び降りさせたやつだ。そこで彼は言ったの。魚のように泳ぎたいって。そしたら、よし、これでお前は水の中で呼吸できるようになったと彼らは答えた。それでどん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 海の底へ彼は潜った。で、願いは叶ってなかったってわけ。騙されたってことか。それはいつの話だ。それはしっかり覚えてる。昨日の午後、日光浴を楽しんでる時にゴボゴボと変な音が聞こえてきて、波打ち際を見たらその真珠鳥の遺体があったのよ。万人の石像について何をしてる？あんまりよく知りません。私よりもずっと前からいる方々ですから。近くで耳を澄ますと、時々人間に話しかけてるみたい。私に話しかけてくれたらいいのに。もう行くの？うざい。ではまた。はい、さあどう思う、石黒？たかが金のために命を懸けるなんて想像できるか。まあでもオタマジャクシはカエルになるのを望むもんだけどね。野望こそ世界を動かす力だ。野望は世界を動かす力かもしれんが、危険な状況を作り出す力もあるぞ。身長大胆450。何も持ってないね。これは小粒の真珠。真珠があった。さあ、あとはトゥーと樽、爆弾、何もない。はい、これは何だろう。人手だ。人手を手に入れたぞ、海辺で。なんだかロマンチック。さあ、オルグラフ、前を歩いてくれ。なるほどね、石像のお話もちょっと進んだわけですね。そしたらちょっと経験値欲しいから、一旦戻ってセシル市長に。セシル市長どこだっけ、ここだっけ。セシル市長にペルガモンの杖、こちらを渡しましょう。ロングルで話しかけよう。なんかすっかり忘れてたな、この杖の存在とか。強いけど、まあこの先もっと強いので手に入るんじゃないかな。さあ、セシル市長。はい、ペルガモンの杖を見つけたぞ。見つけたのか、素晴らしい知らせだ。どこにある？よこすんだ。ほら、これがペルガモンの杖だ。あ、お金どうだろう、取っておこう。経験値の方が欲しいですね。ほら、ペルガモンの杖だ。セシルのような老人にこんな強力なリリックを渡すのは危ない。急に止めるね、シグロ。うわー、どうしようね。じゃんけんする？我々は、どうしようかね。どういうのがロングルっぽいかな。魅了してみようか、一応女だし。なぜセシル市長のような優しい老人の願いを拒むのだ。デデン、2対3。やべえ、負けるね。ああ、これは、お、いいぞ。5回でしょ。 OK、 チャンス、ビッグチャンス到来。ここでもう一回、これ、追い抜かれた。だが、ここでこれだ。よし、チャンスはまだある。追いついたぞ。またこれだ。あと一回、やべえよやべえよ。あんがね。お前の言う通りにしよう。盗っと、不定のやからめ。この複雑な状況でなければロング系ぶち込んでいるところだ。呪われたハンターめ、仲間だと思っていたのがな、お前と私は。ジャーナル更新。杖を持っていくことに決めた。市長は失望することだろう。あ、しゃべる石像。海岸のカニが溺れ死んだ真珠鳥の話をしてくれた。明らかに謎の石像が関与しているようだ。というわけで、ジェイハンと話すんの？
お前たちの力は目覚ましいほどの速度で上達しているな。その超人的な成長を感銘し嬉しく思うぞ。そうだけを許さぬ決意を持って可能性を追求してくれ。そう、力の探求こそが新たな力につながるのだ。道徳の落とし穴に落ちるな。善悪報酬屋は野望に惑わされるな。力の追求交渉がこそが全てだ。すっごい噛みますね僕。ベローがどうにかなってんのかな。あとジェイハンってあれですね、求道者ですね。なんか正義とかお金とかじゃなく力こそが全てみたいな、力こそパワー的な。何言ってんの。そうすればこの世にお前たちの邪魔をする者などいなくなる。なるほど、力のために力を追求しろと。ま、目が覚める意見だね。素晴らしい。美薬を飲んだ変態のごとく力への渇望を見せてみろ。全ての渇望を捨て、代わりに精神と肉体の鍛錬に注力する。先に全てを凌駕する力を得ることができるな。その時こそ使命も手段も究極の目的へ溶けていくのだ。私もまだ目的を持っている。お前たちのような明白な目的を。だがお前たちはその真の計画と中身を知らないだろうがな。はい。おろ、まだ話しかけられるね。シグロかな。ジェイハン、ジェイハン、ジェイハン。あれ、ではまた消えた。はい。残念ながら市長からすごい嫌われましたね。はい、マイナス10。ではまた。というわけで、残念ながらペルガモンの杖を持ったまま嫌われてしまいました。そしてレベルが上がった？レベル上がったね。やべえ。何あげよう。筋力かな。よし、エブリン。エブリンのとこに行きましょう。石像も気になるけども、まずはエブリンでしょう。これを渡ればいいんだっけ？どこ行けばいいんだっけ？こう渡って、ここか。いいんだよね、このルートで。うわ、血が。やばい。はい、たる、ない、箱あった。はいはいはい。で無視して、なんだこれ、椅子ベンチだ。エブリンのあれ、あらら、こっちじゃない。うん、あ、これはやつと戦うか話するをしないとダメか。オーマイ、大丈夫？どこだ？この先だね。あれ？あれれ？どこだ？おろろ？ちょっと待ってください。いけない。エブリン家はどれだ？これ？これかな？なんか怪しいね。門が2つあって。聞いてみましょうか。ロングルで。ちょっと待ってね。調査。弱点を調べましょう。炎に鬼のように強い。水と風。ってことは痺れるね。ウォールグラフの装備を変えましょう。風のクロスボウ、これはノーマルクロスボウか。72、84、強えな。だが風のクロスボウにします。でジェイハンはペルガモン、ペルガモンにしようか。体力独耐性、ロッドはもうないのか。いや、しびれさせましょう。はい、からの、やべ、ジェイハン妖術持ってきてないわ。
これはこれでいいな。シグロは、シグロ言うてこれ強えからな。はい、まだ装備できない。これかな、猛毒のバトラックス、これにしましょう。はい、よし、これでいこうか。さて、これで、あとは、なんだこれ。血だね。血を。怖いね。なんかありそう。一癖も二癖もパンがあるぞ。まずは話しかけよう。ロングル。ラダゴス。すまんが、太陽がちょうど遮られていてね。あなたは？わしか？ああ、長期リタイア中だ。結局太陽の光を楽しむ方がちっぽけない死のためにウサギを追いかけるよりマシだからな。おう、それってスターストーンのことですか？根源の魔導士の仕事は終わりがないというが、全盛期を楽しんでちょうどいい時に仕事を終えた。マジか。なん、どうしよう。サイズアールで根源の力の殺人について何か知ってるか？殺人？サイゼアール？そんなことで悩むな。根源の力と接続したらもっと困ったことになる。そしてサイゼアールの魚臭い賃貸の中行きたいとは思わないな。お前根源の魔導士か。もちろんだが、もう何年も練習していないからな。その猛威と炎がビーチでの陽気な午後ほど私の興味引かないな。おかしな目で見てるな。暑さにやられたのか。我々ハンターなんですよね。で、どうしよう。どう思う？お前を殺す。でも経験値欲しいよね。どうなんだろう。悪意がないように見えるけども。あ、シグロ、やはり悪意がない。気でも狂ったか。この悪党の栄光の日々もこれでおしまいだ。たって今ここで奴を殺す。なんだこいつ、やばいな。とりあえずじゃんけんする。じゃんけん好きか。また魅了してみよう。今回だけでいい。思いやりを見せるのはどうだ。はい、じゃんけん。はい、どう。ランダムにならねえのかな。ああ、まあどうせ勝てないよ、3対2じゃ。ほい、どうせ勝てないんでしょ。知ってる、勝てないって知ってるよ。なんだかなーって感じですよね。ほんと悔しいけど、なんだかなーって感じですよ。あれ、勝っちゃった。見逃しちゃった。いや、私の言うことに従い。以上だ。ほう、ハンターだと。ハンターは少し、荒々しくて騒音なのではなかったか。君はもっと落ち着いて日光浴を楽しめるような感じがするぞ。では好きにどうぞ。広いビーチだからな。それではな。だとさ。こんなオチあり？で、これだよね。要は。これ。いやー、なんだろう。見えてんのに見えてない。消せばいいのかな。消す、消す。見えるか。あ、ダメだ、入れないや。なんだろう、何か入るヒントがあるのかな。バスケット、バスケットが落ちてた。え、ここまで来たのにこんな苦労して入れないとかあるの。レバーとかはない。わかんねえ。ありゃ、マジか。しょうがねえ、まずはここで終わっておこう。次からは絶対この謎解いてみせる。はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっとね、ここの謎をまた解くところからスタートすることになると思いますけど、ぜひ次回もご視聴ください。待て、しかして希望せよ。ご視聴ありがとうございました。アリーベデルチー。